なんですが、はい、最後にちょっとトゥデイズアート玉井さん、来月あるので少し一言宣伝というか、はい、いただいて休憩に一回入ろうかなと思います。そうですね、今40分押しです。すごいですね。もうさ、もう諦めよう。これ、諦めましょう。ゆっくりと、はい、お願いします。はい、トゥデイズアートの玉井と申します。よろしくお願いします。ちょっと手短に、告知になるんですけれども、ここがなんで天王洲なのかということも含めて少しお話しさせていただきます。そこからやりましょうか、ね、ちょっと地図が上場したか。これが天王洲の地図なんですが、この青いところが今工場がある皆さんがいるところになっているんですけれども、そもそもトゥデイズアートというちょっと次目切っていただけますか。はい、今年は9月の来週の週末5日から13日の9日間、はい、開催される、テクノロジーを使った表現を集めたアートフェスティバルになっています。もともとデンハーグというオランダの、都市で10年間行われていたフェスティバルで、去年からジャパンの活動をしております。それを我々が主催しておりますということです。で、次も来ていただきますと、なぜに、今年はこういうアーティストが、はい、ずらりと出ますと、はい、ちょっと細かくはウェブサイトですとか、そこにですね、フリーペーパーの天王洲プレスというのがございまして、これはトゥデイズアート特集をしていただいてます。この中にプログラムが全部載ってますので、お買い主さんにお待ちいただければ。次のページめくっていただきますと、去年ですね、パイロット版ということでテスト開催をした際に、もう大友さんにトークセッション出ていただきまして、フェスティバル福島の、いろんなお話をしていただきまして、で非常に面白い、取り組みだということで、我々の、オランダチーム含めてですね、非常に面白いなということで、感銘を受けました。でもちろんプロジェクト福島、フェスティバル福島自体の、存在を、存じ上げていたんですけれども、これを天王寺で開催することが非常にユニークで面白いなということがこのアイデアの発端になっています。天王寺、ここまで歩いてきていただいて皆さんお分かりかと思いますが、非常に人が少ないです。日曜日なんかはほとんど人が歩いていないような状況になってまして、オフィスは非常にたくさん有名な会社さんがヘッドクォーターをお持ちだったりするんですけれども、住宅が非常に少ないということと、この湾岸エリア、これから開発の拠点になっていくと思うんですけれども、ユニークな運河の環境があるんですが、これを生かした文化施策なんかをどんどんやっていこうということで、皆さん進めている、そのただ中にあってですね、トゥデイズアートを誘致いただいて、これから、2020年と言わずずっと、文化的な発信をしていこうというような大きな文脈にありながら、そういったその、人のにぎわいをどう作っていくかというのも、他方で課題であるということで、この上に見えます、橋を渡ったところに海洋大学という国立の大学がございます。そこですね、はい。で今回、この海洋大学さんがグラウンドをご提供いただきまして、ここでぜひこのフェスティバル福島の盆踊りを開催して、ここに人のにぎわいを作って、案内に人が集まって、そこから文化がこの発信されていくということが作ることができれば、都市型の我々のフェスティバルとも非常にこのコンセプトは同じにしますし、もちろん音楽的に面白いとか、そのコンテンツが非常にクオリティが高いというのはもう言うまでもないんですけれども、トゥデイズアートというその名の通りですね、今日行われている非常に新しい表現、行われているそのクリエイティビティみたいなものも、深いところでつながっていくんじゃないかということで、今回ご一緒することになりました。パッと見ではですね、こういうメディアートみたいなものとなんでこう盆踊りなんだっていうのがあると思うんですけど、この並びで見るとですね、非常にユニークかつ何なんだっていうところあると思うんですけれども、それはそれとして、このフェスティバルの一つの、日本の、世界に向けたコンテンツ、ダンスコンテンツですねとして、発信するというのも非常にユニークなんじゃないかなと。ダンスコンテンツです、これは、はい、世界に向けたダンスコンテンツ、ダンスコンテンツです。でこの前びっくりしたことがもう一つありまして、先ほどの流れていた風呂敷小唄ですか、はい、もう、我々も承知してます、デトロイトテクノのマナーをしっかり踏襲されてまして、やっぱり伝わりますか。はい、伝わっちゃいますね、これ労働歌ですからね。はい、そうですね、最初作ってるよって聞いただけはすごいのどかな歌なんだろうなと思ったんですけれども、聞いてびっくりということで、非常にハードコアの音楽になってまして、こういったエレクトロニクスを使った音楽なんかも今後取り入れられていくんじゃないかなということも、はい、予見させながらの、フェスティバル福島 in Today's Art がですね、9
12日土曜日に海洋大学で行われまして、非常に広大な空間なので皆さん来ていただきたいなということで、以上になります。よろしくお願いします。はい、ありがとう。